型の湖岸道路です。いやー、この辺はさすがにもう桜散ってるな。ほら、平山系比叡山の方向にね、夕日が落ちていきます。この時間帯のね、この湖岸道路ってすごくね、いいんですよ。そう、なかなかね、こんな時間にこの湖岸道路を走ることがないですからね。よいしょ。先ほどね、あの琵琶湖大橋越えてきまして、まああそこね、前にも動画を上げてたんですけど、原付10円でございます。はい、あの大津のね、あの浜大津のあたりの渋滞は避けれるのでね、もう10円でね、琵琶湖の東側にね渡らせてくれるので、ね、やっぱり この道路は便利だなというふうに思ってこっちを使ってます。でね、こう結構ね、この道路ハイペースなんですけど、まあ今はね、前もある程度詰まってるのと、まあ後ろもね、今結構の勢いで追いかけてきてる人がいるんですけど、まあまあ前のね車に追いついたら、それほどね、危なさはないかなと思うので、まあまあちょっとね、のんびりね走っていこうかなと思います。まあ、ペースをねある程度保ちながらね走っていこうかなというふうに思います。いやー、気持ちいいなー。よいしょ。そうそう、アクシス Z をね、まあ1ヶ月ほど前にね購入をしまして、まあ納車をされたわけなんですけれども、まあ嫁様がね、まあアクシス Z メインで乗ってるんですけれども、まあ最初ね、アクシス Z 買うにあたっては、まあ、このね NMAX がやっぱりちょっとね重量が、まあ、130キロほどあるので、まあ彼女としてはまあちょっとね取り回しに不安があるよというのがあって、少しでも軽いもの、まあ、原付のね、まあ、アプリオに近いようなね、まあ、フラットフロアのね、フロアのフラットなもので、まあ、軽くて取り回しの小回りの効くようなものね、というので、まあ、アクシス Z を選んで、まあ、買ったわけなんですけども、まあ、予算内だったっていうところもねあって、はい。まあ納車されてね1ヶ月彼女がメインで乗っているわけなんですけれども、ひょんなことを言い出しましてね、アクシス Z なかなか遅いねとどうしてもこの NMAX との比較になるんですよ、彼女もね。まあ最初に乗ったのがこの NMAX だったんで、速いで、すごくこう走ってて楽だと。うん、そうなんです。走ってる時はねこの NMAX の方がね絶対楽なんですよ。うん、で、まあ、ちょっとこう狭いところにね、駐輪場へ止めたりだとか、まあ駐輪場の取り回しとかっていうのがねやっぱりちょっとしんどいなと。まあ、そこの差を見たとしても、私 NMAX でも良かったかなみたいなことをねもうどないやねんという話ですよ。まあまあまあこればっかりはね、買って乗ってみないことにはまあ分かんないわけですよ。まあレンタルしとけばよかったのかなっていう気持ちはねちょびっとだけあります、ちょびっとだけ。うん、でもまあそれは後のね、まあ事後の話なので、まあどうしてもねやっぱりこうね買って、乗ってみないとっていうところもあってね、うん、っていうのもちょっとあります。うん、まあこの人にしてみたらね、まあ20万あ、まあ、乗り出しでね20万円、アクシス Z、まあ、20万円でお釣りは来てるんですけれども、まあまあ約20万みたいなねもうちょっといいのを買っといたらよかったかなみたいなね。うん、まあただじゃあNMAX はちょっと重いと。じゃあ NMAX よりも軽くて、どうだという話になると、まあヤマハで行くとシグナスグリファスですよね。うん、
まあ、これまだ中古で出てる、まあ、発売してまだ2年ほどしか経ってないバイクなんで、まあそれほど中古もはないわけですよ、うん、であったとしても、まあ、低走行なので、まあ、そこそこなねお値段がしている、まあ、新車買っても変わらんじゃないっていうようなねお値段してるわけですよ。まあ乗り出して30そこそこ、うん、まあ予算との差額が10万円ほどあるわけなんで、まあそうそう買えませんよねみたいな話、うん、じゃあリードだったらどうだったのか、まあホンダのね、まあこのどっちかですよ、シグナスグリファスかリードーね、このどちらかだったらまあある程度ね、こう満足できた、まあ、彼女自体もね満足したんじゃないかなと思うんですけど、まあやっぱりそこにはね価格的な差がねやっぱり10万円ほど、アクシス Z 中古で買ったアクシス Z と比べると10万円ほどかかるわけです。まあ新車で買ってもそれぐらいのね、10万円ぐらいの差が出てくるので、まあ仕方がないっちゃ仕方がないんですよ、うん、まあそれだったらまあ 250cc のね、バイクをまあ25、まあ、30万ぐらいで買って、彼女がこの NMAX を乗るという選択肢を取っても良かったんじゃないかなと今更ながら言い出しましてですね、おい待てこらみたいなねまあしゃあないですよ。まあ、もしね、まあそれはそれでね僕のバイクを買うという形になるので、まあ、彼女のね目的購入理由とは、まあ、かけ離れてしまうわけなんで、まあそれはしなかったよと、ただまあ今思えばみたいなね、もうそんな今思ってても言わんとって悲しくなるわみたいなねまあまあまあそんな女でね、アクシス Z、まあそれなりにね、まあ、楽しんで乗ってるわけなんですけども、まあやっぱりこうね今日なんかまあ越前海岸の方ね、福井県の方まで行きましたけど、まあ、NMAX だったらまあ片道ね450キロ60キロ、まあ、走って走れなくはないわけですよ、うん、僕日帰りでね走ってるんで、まあじゃあ一泊したら片道もうちょっと行けるかなってね、500、ね、ぐらい、まあ、止まるよっていうことであればもう500キロぐらい行けるかなと思うんですよね、うん、往復で、ね、600とかなるとちょっときついかなっていうのはありますけどね、まあまあまあそんなこんなでね、まあ、なかなかね思うようにはいかんなとおいうことなんですけども、まあ仕方がないですよねまあしばらくはね、NMAX とアクシス Z とアブリオとこのね3大体制で行くと思います。はい、まあ、NMAX もね、今年の秋で3年目、まあ、また3年目でね定期点検、12ヶ月点検、ちょっと法定点検は出そうかなと思ってるので、まあその時にね、まあどれぐらいメンテナンスでかかりそうなのか、まあまたベルトの交換とプラグの交換とっていう感じになってくるかなと思うんですよね。まあウエイトローラーとかねプーリーは変えたんで、まああとはそのねミッション、CVT 本体ですよね、まあ、それをどうするのか、まあ、あとは前にも話しましたけど、ね、このハンドルベアリングの、ね修理どうするのか、まあ、こう先延ばしにしてるんで、そこの部分を、ね、どうするのかというところがね、まあ、考えなきゃいけないかなというところですね。まあ、250までのものにするのか、またね、まあ、原付認証のね、ギア付きのね、ミッション車にするのか、みたいなことも、まあまあ、実際にね、こう買い替えるまでは、楽しい妄想が続くわけなんですけど、まあちょっとね、嫁様の意外な発言があったということで、何なんだそれは、みたいな。というふうなね、ことをね、
思いましたというお話です。はい、もう比叡山の方にねしっかりいいお日様が沈んでしまったので、これからねどんどんこう気温が低くなってくるとかだと、まだ20度近くあるんでね、非常に快適に走れております。まあさすがにねグローブだけはメッシュはもう交換しましたけど、思った以上にねこう、アクシス Z お嫁様に評判があまりよろしくないという結果でございました。まあ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 どうなるのかね、まあ嫁様の、気持ち次第というところはあるので、なんともかんとも言えませんけど、まあ粛々と原付2周でやっていきますよ。いや夕暮れ時の琵琶湖もいいな。こう茜色に染まる比叡山、そして琵琶湖の湖面、いいな。